お疲れ様でした。小川美佐子さんです。お疲れ様。はい、10時から今7時回りました。そうですね。はい、昨日はもう10時前だった。9時でしたね。9時過ぎて。そうなんですよ。いつもこんな感じですか？いや今この臨時議会はってことですよね。さすがにもっと長くなりそうだったけど、委員会議員の質問が打ち切られちゃったので、まあこんな感じで。どうですか、感想。感想ですか、なんていうかな、言いたいことは言っても空振りって感じ。答えがね、なんかね、そんな感じでしょう、みんな。さとこちゃんやら失望してるの、私たち。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お気をつけて、どうも。そうなんですね。そんな感じなんです。はい、でもまた反対討論したり、賛成討論しなきゃいけないところでは、頑張りますけど、県民投票したいね。したいけど、明日決するんですか、ほぼ。明日委員会が決めて、そして次の日が最終本会議。小川さんは委員会は？委員会、私は総務、総務警察だから、明日は私のところじゃなくて総合政策、総合建設か、うん、あちらの方で明日決めてた。でそれに従って、まあ、どうぞ。なんか大金の押さないといけないんじゃないですか。押してくださるんです。押してくださるんですね。ありがとうございます。そんなわけなんです。なるほど、わかりました。でも私が言ってたでしょ、こう知事の、私がっていうのは、私たちみんな思ってるんですけど、知事のご意見 の、 説明というのは、すっごい浅い、内容が、中身が浅い。まさに聞きたいことを聞いてたなっていうのが、あれは当局が作ったんですかと、知事が作ったんですかと。そうなんですよ ね、 ね、だから、多分当局作って、知事はもう心そこにあらずで、はい、OK って感じなぐらいで、協議なんかしてないなと思って、だってエネルギー基本計画とかさ、あんな中で24基も、54基のうち24基も原発廃炉になってるんですよ、ね、そして今動いてるの10基か11基ぐらい全国で、そんな中で20年延長わざわざしますかって、ね、だからそういうことに疑義を感じないというのが嘘みたいだし、もう太陽光を止めてでも原発を動かしたいという鹿児島だから、お疲れ様です。お疲れ様、ね、聞く議員だ。じゃあ、なるほど、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。